ね、わかります、なんかこの気持ち。どうも、がんばりです。今回はこちら、スニーカーヘッズ映画を見てきたんですけど、こちらの感想をお伝えしたいと思います。海外の人のスニーカー熱をすごい感じた、スニーカー好きな人たちの話を聞けて、勉強になったことが多くて、であと、スニーカーを知らない人でも楽しめる。例えば、え、そんな高いスニーカーあるの？そんなスニーカー持ってるの？とか、すごい発見があるんです。逆に僕らとか、スニーカーを好きな人とかだったら、なんかその紹介してるスニーカーが、あ、それ見たことあるとか、それあそんな高いのかとか、なんかすごいの出てきます。あともうスニーカーがバーって出てきて、そっちの方の靴写してよとかって思ったりとか、それが見たいとか、なんかスニーカーがたくさん出すぎてて、ね、わかります、なんかこの気持ち。スニーカーでそんなことになっちゃうのとか。でこちらは渋谷のシネクイントってところとシネマート心斎橋っていうところでやってます。見てください。スニーカーの楽しさを知れたり、一個深くなれる。で、なんかその会場にグッズも本とかも売ってたり、 T シャツとかもパンフレットが300円であって、もう全部欲しかったっていうのがね、ちょうど持ち合わせがなかったので、すごい悔しかったです。映画館にグッズだけ買いに行き、なのでもう一回見に行きたいな、すごい楽しかったです。第2話続編を期待しているガバリでございます。なのでよかったら見に行っていただけたらと思います。以上です。どうも。